陸港での小規模な武力衝突の後、諸葛亮は呉のロシクと対談。ロシクが語る呉の内情に理解を示すと、互いの命を再確認した。その後、ロシクの尽力もあり、蜀と呉の関係は修復。対宗義の戦略をはじめ、多方面で協力を得られることになった。これを受け、諸葛亮は孫呉と協力しての南中平定を計画。皇庫の憂いを断ち、万全の体制をもって魏に挑もうと考えた。そこへ思いがけないものから奇策が呈される。猛将魏延が南中平定と同時の長安吸収を提案したのである。大々的に南中へと進み、魏の注意をそちらに向けた上での電撃戦。この策は著書らに高く評価され、諸葛亮の承認を得るに至った。かくして魏延、著書、馬超、宝刀が熱く静かに長安へ駆ける。この馬毛騎、何者にも屈しはせんぞ。この戦、諸葛亮からお使いを頼まれてね。敵の将を一人連れてこいなんて言うのさ。何でも相当な知恵の持ち主らしい。さて、うまくいくかね。長安を落とし、漢中と巨匠を分断する。このくさびが打てれば、魏との戦いの形は変わる。乱世の終わりを早める妙手。私もこのような策を出せるようになりたい。今回は留守かと思ったら、長安を奇襲とは驚きました。まあ、魏の奴らはもっと驚きますよね。この策、きっとうまくいきますよ。今天水を守っているのは京尉って将だって。麒麟寺なんて呼ばれてるらしいよ。麒麟寺ってご大層な呼び名だよね。もしかしてこの策も見破られたりするかな。驚いたよ義援、君からこんな策が出てくるとは。いや、褒めているんだ。この長安奇襲、実にいい案だよ。魏は今、蜀呉の南中攻めに注目している。俺たちに北を攻める余裕はないと考えるはず。そこに貨幣で速攻をかける。まさに対局を生かした一手だ。戦、長引く、民苦しむ、劉備望まない。ああ、君は心強い忠臣の一人だ。長安を守る加工房は城内にいる様子。まだ奇襲には気づいていないでしょう。城の裏口までは私がご案内いたします。そこから先はお役に立てませんが、ただ城内には私の妹がおります。加工房にさらわれ捕らえられているのです。妹なら内部の手引きもできましょう。どうかあの子を探していただけませんか。図々しいお願いとは承知しております。それでもどうかどうかお願いします。加工房め、なんたる非道。わかった、妹君は必ず助けよう。 ありがとうございます。このご恩は決して忘れません。義の造園が来ているとの方もございます。さあ急いで参りましょう。奇
襲ってのは速さが命さ。さあさっさと長安を制圧しちまうよ。紹介していくが、協力者を探すには彼らを倒さなければ。魔鳥の武器受けてみよう。他を寄せつけない。ボムマン、この俺が相手だ。戦うしかないか。うわ
前たち、どこから来た？敵はすぐそこまで来ています。私がここを守りますよ。魔順殿は先へ。よかった。くれぐれもよろしく頼むよ。すごいな、その力どうやって身につけたんだい？脅威殿の命令だ。貴様らはここで撃つ。こんな状況でも先に入る。孔明が見込むだけ。必殺無影や接客。行くぞ。高台だ。もの策が見直した。敵将魔猛騎が討ち取った。話さないかい？兄をバカなこと。まず言葉だと持ち合わせていない。その首狙い受ける。いざ。
上か。奴らの好きにさせるな。兵器も用意していたのか。これ好き。止めないと先へは進めない。負けだ。さあこの首持っていけ。じゃあ遠慮なく。でも胴体につながったままでね。何？どういうことだ。職に来いということだ。俺たちは皆劉備殿に惹かれて集まった。前も来い。魏の将今日白薬は今死んだ。この命あなたたちに預けよう。工房のもとへ行こうにも道がない。何か手はないものだろうか。この付近に武器庫があります。その中の兵器を使えば道は開けるでしょう。
で兵器を使えるようになったね。目的地まで運ぼうか。伝令、つい東より敵の増援が到来した模様。ああ、変な目を出してやがる。俺の目をぶっ壊せって言ってるぜ。伝令、孫悟から援軍がやってきました。葬儀の増援は私たちが相手をします。皆さんは目の前のことに集中してください。李万世、またの名を勘が冴える男と願い、学文献お手合わせ願います。いざ行くぞ。また頼むわ。敵将馬毛騎が討ち取った。これで中へ進めるね。さあ、加工房のところへ行こうか。なんだ、なんでこんなところに敵がいるんだ。伝令、さらに敵増援が到来しました。ここにいるはず。今度こそ会えるかしら。掃除を燃やさん。こっちに来るんだ。これはこんなところでは死ねない。伝令、さらに敵の増援が到来。ついているのは敵軍師カクカのようです。加工房殿がやられてしまった。状況だね。俺たちの戦、まさに電光石火。これなら何時よりも早く片付こう。二軍の指揮を取るのは確保。長安を制圧してしまおう。ウソプロピアリ到来。あなたの全て奪います。私の番です。ついついおー、いいね。その調子で頑張んな。これ引き、見事な戦いです。拙者は徐孔明。必殺、腕に覚えあらば。お相手狙う。聖竜の神殿、声にも似た感情だ。ついパッパイヤー。最後にお前の首を切るの。この私、すごいな。その力どうやって身につけたんだい。私の覚悟を。お相手の名前を。まず発生と申す。
は我ら諸君が制した。この先も葬儀を打つべく突き進まん。